はい、今日はルヴァンカップのセカンドレグ、横浜 F マリノス対コンサドーレ札幌を見に三沢競技場に来ています。前節ねマリノスは2対3で逆転負けをしてしまったので、今日は次のステージに進むためには2点差以上での勝利が絶対条件となっています。だからね 1-0 で勝っても、2-1 で勝っても進めないということではなく延長になると。でとにかくね2点差以上で勝ってしまえばもうスッと次に行けるので、2点差って思うんだけど、もう2点とか言わず3点4点5点とね取って、で札幌にも何もさせずにね、リーグ戦につなげてもらいたいなと思ってます。で今日もマリサポの皆さんとね、楽しくわちゃわちゃやっていきたいと思います。今日の勝ちパン、今日はコーンパンドーレくん、コーンパンのドーレくんで、ちゃんとここ見てください、このコーンに包まれてるヘタのとこ、ヘタというか、これもちゃんと再現させていただきました。北海道の名産のトウモロコシを入れて、はい、水曜日にトウモロコシが届き木曜日に春豊かっていう北海道の小麦が届いたんで、はい、それで作ってます。あ、小麦も北海道産の。小麦も北海道産です。そうなんですね、はい、僕実はトウモロコシの名産のところに住んでるんですけど、地元のスーパーに並んでるのはほぼ北海道のもので、やられてるんですよねこいつらに。やられてる、そうそうそう、こいつらにやられてるんです。で一応なんか今回は目がオリーブで、口のところのくちばしはアーモンドなんで、先ほどですねうちの旦那さんが食べた時にここにアーモンドがあるの知らなくてパクって食べて口に刺さったって言ってたんで気をつけてください。負傷する可能性ある、はい、ありがとうございます。負傷する可能性あります。後ほどいただきます。はい、じゃあ今日も勝ちましょう。勝ちましょう。もう北海道ね、もうねネタが尽きた。あと1回作んなきゃいけないの大変。あー、リーグ戦残ってますねホーム。ちょっとアイディア募集してます。お願いします。本当になんか僕ちょこちょこ声かけてもらって、で動画の話される方とかいるんですけど、うん、マキさんの知名度めっちゃ高いです。そうなんですか。パン屋の人は何者なの。パン屋じゃない。パン屋の人は何者なのってめっちゃ聞かれます。パン屋ではないんですよ。私セキュリティエンジニアをしております。会社がですね横浜 FC のスポンサーなんすよ。ほんと困ります。使えんのかなこれ。わかんないけど、わかんないけど、わかんないけど。一応エンジニアをやってます。最近パンの売れ行きはいいですか。あ、結構おかげさまで。今日ですねちょっと存じ上げない方がどうやらハブでご一緒してたらしくって、で途中行きしなに途中でお話しかけられていただいて、パン食べますって言ったら知ってますって言われて第一パン人に。おー、すごい、はい。第一パン人だともうパン選びたい放題なんで、形のいいやつとかも選べるんで、はいはいはい、顔の特徴とかもちょっとありますもんね。あ、そうです、そうです。なのでこれを見つけたら恥ずかしがらずにパンくださいって言ってください。パンくださいパンくださいって言ってください。責任持って試合前に食べるだけですもんね。はい。私は責任持ってちゃんと手袋をして機械に任せてコネコネしてるので。これもちゃんとセロテープとかじゃなくて圧着の梱包されてますもんね、はい、シーリングしてます。密閉されてますもんね。はい、密閉されてます。熱でガチャってやるやつ。この袋も3ヶ月に1回届くんで。そうですよね、その熱で溶けるようのビニールじゃないですか。そうそう、200枚毎回200枚届きます。そんな努力があるので皆さん、はい、ぜひぜひお召し上がりください。ありがとうございます。イントロデュースバイユアセルフ。どっちでもいい。日本語でもいいな。日本語も喋れますか。ペラペラです、はい。あ、もう日本に住んで長いですか。もう30年以上、はい、僕より日本に住んでますね。そうですね。どこの国の方なんですか。イギリス。イギリス、はい、イギリスまで、でも日本の方が長い。あ、そうなんですね、はい。お仕事で日本に来られたとかですか。うん、最初に1年間なんかボランティアの仕事をやって、その後でずっと IT 関係の仕事をやってます。で今横浜 F マリノスサポーター。そうです、はい。そのマリノスを応援するようになったきっかけって何かありますか。なんでマリノスサポーターになった。もうなんか息子がなんか急にサッカーに興味になって、うん、もうその後でじゃあちゃんとチームなんかローコルチームを応援しようと決めて、うんうんうん、横浜に住ん、今は横須賀栗浜に住んでます。そういう縁もあってマリノスを。そうですね、ホームタウン。マリノスで好きな選手とかいますか。
今はなんか木田選手なんかもうチームが入ってからずっとなんか見てて、うん、なんかもう大人になって、うん、もうすごい好きになった、うん、はい、いつからマリノス応援してますか？もう10年前から10年前、そうですね、はい、ちょうど木田選手が新人時代ぐらいからそうですね、なんかマリノスなんかフェスタで、うん、なんかもうそのなんかマナブ選手がなんかワールドカップに行った時、もうそのなんかフェスタで呼ばれた、なんかもうステージで一緒にもう乗ってたその時、木田選手がなんかすごいもう若かったすごい。もう試合はもうスタジアムにいつも来られてるんですか？そうです、ホームは全部、なんかアウェイもう行けるならもう行きます。おすごい、はい、イギリス出身ということですけど、イギリスでも応援したチームとかありますか？そう、なんか子供の頃はなんかアストンビラ。そう、今はもうハイライトしか見てない。アストンビラで有名な選手とかいますか？でも昔はもうジャック・グリーディッシュがすごく有名、もうでもマンチェスター・シティに行っちゃったから。なるほど。今はもうなんかもう毎年なんか変わりますから、でも、ちょっと名前が覚えてないけど、なんかキーパーはアルゼンチン代表のキーパー、ーワールドカップのもうなんか誰だろう、もう優勝したエミル、そう、エミル、そう、ちょっと誰だろう。もうで記憶にない。そうですね。いい選手とか、なんかいい選手たちもいます。はい。イギリスのサッカーと日本のサッカーを比べて何か違いとかありますか？でもなんかもちろ ん, なんかイギリスの方がお金がある、うん、だからもうすごいなんか世界トッププレイヤー、うん、でもすごく激しい、うん、なんかボールプレイはそんなにチャンスがないじゃないですか、うん、なんかすぐなんかボールともう取ってまた取って、うん、それなんか日本の方がなんかプレーの仕方がもっとスムーズ、なんかチームがなんかうまくプレーできればもうすごく綺麗なサッカーもできる。あ、面白い、はい、日本の方がチームワークある感じですか？そう、チームワークがうまくいけばもうなんか勝ちできる、うん、もうイギリスはなんかプレイヤーなんかいいプレイヤーもう集まったらもう勝ちできる、うん、お金あるチームが強い。そうです、お金あるチーム。でも もうもちろんなんかマンチェスターシティみたいなチームはもう両方いい選手とプレーの仕方も綺麗し、できます。面白い。あとイギリスのもうクラブは絶対なんか勝ちできないチームもある。もうそんなお金持ってないから、だからもうでもファンは満足。もうそれはもう昔からもう数十年前、数百年前からもう勝ちできないチームだから分かってるけど、だからもう勝ったら嬉しい。自分たちの町のクラブですよね。そう、町のクラブ、それも大事。あと僕の町のクラブはもうマルタ、もう町のクラブはなんか7番目リーグでやってる、セミプロ。そう、今はなんかすごいなんていう、もう田舎の町の外の田舎のところの畑の中 の、うん、もうグラウンドが作られた。じゃ子供の頃もう町の中のグラウンドがあって、でもこれがなんか売れちゃって、うん、もう畑の中でもう新しいもうチーム、新しいもうクラブも作られた。おー、すごい。僕結構マリノスのサポーターって熱狂的な人多いと思うんですけど、そのアストンビラとかイングランドのイギリスのサポーターと比べてどうですか、暑さは？あ、でもなんかやり方は違う。なんかイギリスはもう誰でもなんか始まる、その歌がなんか自分でなんかすごい、例えばなんか相手のプレイヤーにうまくなんか悪口とか、なんかニュースに出たなんかことを考えて歌って、なんか周りの人が歌って、でなんかスタジアムの全体になんか歌えるようになる。だからもうリーダーはない、ほとんどは。日本はコールリーダーが、コールリーダー、うん、それは多分なんか、日本の文化、日本の文化、うん、でも国によってもう違う。あと多分
もう最近もうなんかドイツとかと他の国のもうチームはコーリーダーも作って、うん、なんていうこうオーガナイズドな感じの、うん、もうサポートも、もうなんかもう外国のサポートが面白いから、うん、なんかウルトラ文化が始まってる、うんうん、そうですね、そうなんですね。イギリスはもう見てる人の目、サッカーも知ってるし、でもなんかイギリスはなんかもうカジュアルな感じで、僕はなんかもうサッカー、例えばユニフォームは着ない人も多い、うん、なんかもうそれはなんかもうやりすぎという感じかもしれない。なんかなんでみんなユニフォーム着てるおかしいと思っちゃう。カジュアル、カジュアルで、そう、でもみんなはもうユニフォームつけてる、うん、もうアディダスのもうスニーカー、うん、と、なんかブランドのシャツとか、なんかポロシャツとか、そういう人もいる。日本はもうみんなユニフォーム着てますもんね。僕以外今日は着てない。今日は自分が作った T シャツ。あ、自分で作ったんですか。ノゲ、ノゲワンダラーズ、ノゲワンダラーズフットボールクラブ。これはサッカークラブとかじゃなくて、もうこのデザイン、偽物、偽物のサッカークラブ。おしゃれ、これちょっといいですか。かっこいい。すごい。このイギリススタイルですね、はい、これは、はいはい、でも、もうユニフォームはあります。あ、持ってはいるんですね。でも練習ユニフォーム、黒の練習ユニフォーム、そうなんですね、はい、じゃあ今日最後にスコア予想だけお願いします。あ、今日はもう、うちの規模はもう 3.0、3-0 で、そう、3-0、1-0足りないですか。そうですよね、突破するためには2-0はちょっと危険しすぎ。そうですね、3-0で安心して突破ということで、はい、ハーフタイムで3-0。前半で3-0で、ハーフタイムで3-0、はい、ありがとうございます。じゃあ今日一緒に頑張って応援しましょう、はいはい、応援します。 ありがとうございます。だったら馬でちょっとすいません、今日の試合2点差以上の勝利が必要ということで、景気づけに1曲皆さんお願いします。何か1曲お願いします。何か1曲お願いします。すごい集中してる。今期待値が上がってます。前の俺がやるの。もちろんもちろん。ホールリーダー、出だしが必要。ホールリーダーです。出だしが必要。あら、あ、バツが出た。バツが出た。え、吐きそうなの。ホールリーダーの他にでもいい。やめろこれ。あ、ピリピリしてる、気をつけて。そうか、やっぱ負けが続くとストレス溜まりますね。ここ取り上手。さらっとさらっと。今日は頑張りましょう。頑張りましょう。以上。ご覧いただきまして誠にありがとうございます。こちらメインスタンドの入場券となっております。
はい、試合は3対0で見事勝利ということで、次のステージに進めると、まあ、立ち上がりからね、札幌は自分たちのペースにしようというふうに見えましたし、マリノスはそんなこと関係なくとにかく行くんだと、攻めるしかないっていう、札幌がリズムを作ろうとしているところをどんどん壊してマリノスのペースに引き込んで攻めて、でオフサイドのハンドだの2回ゴール取り消しとかもあったけど、そんなことも関係なく攻め続けて、後半ねそのままの勢いでゴールも重ねてと、まあ良かったと思います。横浜市と柏と停滞感ある2試合を過ごして、今日はねセンターバック木田さんが入ったりしながらね、ちょっとイレギュラーなところもあったと思うけど、うん、ストロングをめっちゃ活かせたと思います。次リーグ戦トス、もうここから簡単な試合はないと思うので、次もね頑張って勝ってもらいたいと思います。じゃあね。